森江です。一人焼肉しに行こうと思うんですけど、せっかくだから行ったことない場所の方がいいかなと思って、初めての Vlog 何にしようかなと思って食テロをぶちかましてやろうと思ったんだけど、普通に肉食いたいってだけなんだけど、まさかの家出る直前に雨が降ってくるっていう。いや、雨女なんですよね。期待を裏切らない雨女、我ながら、まあ歓迎されてると思ってやってみようかなと思うんだけど、メイン一人焼肉のネックがお肉をいろんな種類頼めないところなんで、メニュー選びは時間かかる。どうしようかな。注文いいですか。はい、エビスビールの中瓶と、あと上炭塩と、中落ちカルビと、味噌焼きだけのご提供。味噌、はい、味噌だれを噛んで塩ってことで、じゃあせっかくなんでそれを、はい、と、なんだっけ、サンチュと、チャンジャオってください、ひとまず以上で、はい、ありがとうございます。高まる。さっきまで真っ黒だったのに、完全に一人で喋るとおかしい人みたいになってんだけど、挙動不審楽しみに来る。ビール来たぜ。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、上手。ちょっと泡多いけど、焼肉の良いところは自分のペースで食べられる。私は一枚一枚大事に育てる派です。肉を育てている間にちゃんちゃくも
芯が切ってる。油多いかな。もう38個。
そうですね。ありがとうございます。ホルモンとロース来たのだ。
Thank you.
そうそうそう。Okay.
れなんきたぜ食べる。一人焼肉のいいところは自分のペースで肉が焼けるし、人に気に使わなくてもいいし、私は1枚ずつ焼くのが好きで、だから自分好みのレアに焼けるし、なんか人と焼肉やると誰が焼くんだ問題になるけどそれもないし、ゆっくり食べられるからすごい好き。ああ、ちょっとマジ食べ過ぎた。いつも石焼きビビンバ派なんですけど、ちょっと肉の油がちょっと響いちゃう。いや、珍しく冷麺にしたんだけど、てかぶっちゃけマジ2日目なんだよな。昨日珍しく家ですごい飲んじゃってそんな家で飲むとかないんだけど、飲むってかないですよ。2日目になるまで人より水飲むとかあんまりないんだけどちょっとね、なんかテンション上がって飲んじゃって2日目やったんだけどだからなんかビールも2本飲んじゃったけど、まあ一人焼肉の一番のハードルは店に入るまでやから、私もさっき挙動っちゃった。せっかくの入店シーン撮れなかったんだけど。あとは、一人焼肉のネガティブサイドはそのやっぱり一人客を想定してるお店がまだあんまりないから、一人前のちょっとずつのポーション、肉のポーションを出してくれるとこはそんなにないので、だいたい2人前ずつとかあるから、そうなるといろんな種類のお肉が食べづらいのと、あとはやっぱり一人客を想定してないお店だと、その普通に4人掛けの席に1人座るから、なんかこうお店側に気使っちゃうとか、なんか本当に忙しいピークの時間とかにはとても来づらいから早い時間とか遅い時間に私は行くようにしてるんですけど、気にしすぎなのか、なんか一人で
混んでるのに一人で4人席いてすみませんってなっちゃうチケット厳しいやんで、この前もなんか一人ランチ行った時に窓側の4人席で、その隣の2人席、その隣の2人席であったんですけど、本当はその窓側に4人席に座りたいんだけど、まあ、まず店員さんが2人席の方、2人席のどっちか微妙な感じでどっちでもいいよみたいな、ここなこちゃんどうぞって言われて、じゃあ2人席の端っこに座ったのかなとか座るわけで、その次にマダムが入ってくるんだけど、誰に何を言われる場合にその窓側の4人席にさっと座るみたいな今コロナとかフォローなとこあるから、まあ一席開けて座るのは結構どっちかっていうとエチケット的な当たり前みたいになってると思うんだけど、でもこうこれが正しい手入れで私は4人席で座るけど、ただ広席座りたいだけみたいなそういう感じがなんか見えちゃってるあ、なんか私も座りたかったのに我慢してここ座ったのになずっともやもや考えちゃったりでもその4人席に座ったら座ってる多分、あ、またこのランチ時に1人で4人席座っちゃってすみませんって多分思うんだろうなと思うから、どっちの席に座ってもいろいろ思うんだけどまあそんなことがありました。いやー、でも焼肉久しぶりだったな。ちょっとなんかさ、最近なんか油多ければいい、油が多いのは高級肉みたいな風潮あるじゃないですか。あれはちょっともうなんかきつい20代の頃ね、なんともなかったんだけど、油がきつい年代になっちゃった。歯になんか挟まってる主役でうまくいたかったな。すいません、はい、お茶ください。サービスのアイス、抹茶か分だとか無視しましょうか。抹茶で、抹茶です、はい、ありがとうございます。やった、まあありがとうございます。やった、新しいおしぼりと抹茶アイスとお茶もらえたぜ、イエイ。もう手じゃないんだけど、油を流したくて冷麺食べたけど、冷麺食べると寒くなっちゃうから、あったかいお茶はありがたい。やっぱ一人で焼肉食べるときに、今日結構頼んじゃったけど、肉4種類とか食べちゃったけど、やっぱり一人で頼むとなると、結構量の関係で種類が限られるから、今日は肉メインで行くって日か、ちゃんと締めをがっつり食べる日か、結構決めてかからないといけないんだけど、今日肉って気分だったんだけど、結構油が多かったから二日酔いだし、結構もたれもたれ気味だったから冷麺にしたけど、本当石焼きビビンバでジュージューやりたい。まだ今度やろう。じゃあ連絡。アイスサービスで普通に嬉しい。
油断したびっくりして油断出たわ。なんかめっちゃ入る挟ましてなんかブラブラしてんのよ知らない。ずっとね、2階に私と同じ女子一人、私よりもお姉さんが女性一人客がいたからあんま喋れなかったんだけど、なんかすごい美味しそうに食べてた。で見てるわけじゃないんだけど、なんか漏れてた美味しさが違う。なんか幸せだなと思いながら私も食べてた。で一人でブツブツ言っててすいませんと思いながら食べてたわ。なんか Vlogger の人どうやってんだろう。本当にこの周知には慣れるしかないんだろうか。私結構自信過剰なんだよ。みんな見てると思っちゃうから誰も見てないのに。そうビビったり緊張したりするんだけど、まあこの Vlog を通してどんどん鈍感力を身につけていこう。それが目標だ。知らんしみたいな。誰に何と思われる知らんしみたいな。そういう根性を育てていこう。人のこと気にするじゃないですか。それが結構なんかめんどくさいな。まあ私も周りの人よくどう思われてんだろう今なう自分ってよく思うからさ、私も気にしてるし気にしてるんだけど、やっぱ海外旅行とか行くと本当にみんな周りの人どうでもいいんだなって思うから、そう楽なんだ。何着ても何も思われないし、どこで何やろうが今関係ないから、それは楽だから、たまに海の外に逃げたくなるわ。ありがとうございました。ちょっとビール飲みすぎて漏れそう。ひどいな。銀ちゃんのハンカチ可愛くね。弟にもらった昔ずっとここになんかノリみたいなのついてたんだけど恥ずかしすぎるんだけど、私は公共の電波に一体何を流しているんだ。あとこのプラプラ挟まってたやつを取ってきたわ。すいません、お会計お願いします。領収書よろしいですか。お願いします。はい、食ったわ。食いすぎた。一人焼肉で最高の値段だったかもしれん。ないのでそうですよね。いや私結構一人焼肉めっちゃ好きで、そうだから向かいのお客さんもお一人だったからすごい親近感ありながらも一人で喋ってすいませんと思いながら食べて大丈夫ですか。よかった。ありがとうございました。29なので、はい、ありがとうございます。やったー、また来ます。開けちゃった。ブレを戻った。ブレってあの下をきれいにするのが好きなんですか。忘れちゃったけど、ぶどう餅来ました。帰ろう。
帰るぞ。なんか動画終わろうと思ったんだけど、茶でも飲むかな。手洗いうがいしてくる。まあ食いすぎだマジで。いつも手洗うたびにハンドクリームつけてます。何入れようかな。お茶、水入れないと。この無印の浄水ポットを使っているのだが、このカートリッジがさ、もう全然もう何ヶ月もネットで買えなくて、マジ困ってんですけど。これ機乗り換えちゃうぞー、乗り換えちゃうぞーって感じなんだけど。この家もなんかできれば引っ越そうかなーって急に思ってるの。結構気に入ってる家なんだけど、今年家賃更新で、なんか引っ越すのはタイミングいいのかなーって思っちゃいるんだけど、割といい場所だし、静かだし、広いし、いいとこなんだけど、もうちょっと日当たりあるといいなーとか、欲を言えばみたいな多少あるから、もちろん完璧な家とかはないけどさ、ちょっと今物件探し中。おっと、最近買ったやつ、放浪の水玉のやつで、ちょっと今コンロ掃除してないから見せらんないけど、なんかミルクパンとお揃いのやつ、かわいい。お茶何にしようかな。コーヒーでもよかったけど、そうだ、さっき緑ティーをもらったから、ほうじ茶にしよう。なんかこの前おかんが送ってくれたやつ、なんかね、オーガニック、化学農薬、化学肥料、除草剤を使用しない栽培をしています。だってオーガニックすごい好きだから嬉しい。おかんありがとう。やっと私の趣味が分かってきてくれているな。やっとトゲがすごいんだけど。肉ちょっと油が結構あったかな。これは何、あの肉の文句じゃなくて、私の許容範囲の問題だから、あれなんだけど、しかも何、二日酔いだから胃がちょっと、油今みたいになってたから結構モヤモヤし、モヤモヤとまで言わんけど、なんか甘いもの食べようかなと思ったんだけど、そういうテンションでお腹がない気がする。タケノコの里ブルーベリー&ショコラ。私タケノコ派、絶対タケノコ派なんですけど、同志いますか。あ、なんかポッキー、さくらんぼ味、これも買った。ハート型なのが可愛いと思う。ポッキーにしようかな。ピンクピンク。ポッキー食いながらほうじ茶飲もう。Vlog ってなんで、なんでそんな重要あんだろうってちょっと一時思ってたんだけど、なんかやっぱりもうテレビとか、批判するわけじゃないけど、テレビとか結構なんかもう うるさいんだよね。大げさみたいな、そんなリアクションしなくてよくないみたいな。まあでも Vlog とかだと、その人の素の感じとかが出てていいんだろうなってちょっと思うんだけど。よし、この放浪だからいかんせん蓋もとってもめちゃくちゃ熱くなってしまうのが弱点ではある。じゃあちょっと茶飲もうぜ。
ほうじティー。カメラこっちか。眉。なんで茶飲んでるんだっけ。じゃあ、あ、なんかあんまハートじゃないこれ。ハートポッキー。ハートポッキー。いただきます。全然ピント合ってくんないけど、私のハートがぼやけている。え？なんか芋みたいな味するんだけど、まあ当然のことながら芋は入ってないんだけど、なんだろうな、ホエイパウダーかな、なんかさつまいも的な味がする。ほんとひどいんだよな、食レポ。じゃあね、ちょっと酒飲みすぎたな。明日飲むのやめよう。で、野菜めっちゃ食う。引っ越したら車欲しいな。いらんやんって言われるけど、いるかいらんかじゃけ、正直乗りたいか乗りたくないかじゃねえと思うんだけど、あのなんかカーシェアリングもなあるにあるけど、やっぱ自分の車欲しいな。ここ自分の部屋みたいな。自分だけの部屋、自分だけの家、自分だけの車みたいな欲しいな。絶対カーシェアリング的なやつの方が金はかからんのだろうけど、猫もちょっと飼いたいな。猫飼いてーって昔から思ってるんですけど、ちっちゃい子実家で飼ってたんだけど、私でも猫アレルギーなんで。同じ個体と接してるとマシになってくるんだけど、こう猫吸いとかしたらもう致死量だし、こう慣れてそれをってこう顔触ったりするともう目腫れて痒くなって鼻水と喘息が出ちゃうから飼いづらいんだけど、猫飼いていいな。黒猫。一人暮らしっていうか一人でいるっていいじゃんみたいな。でも散々語りながらキロについていたんだけど、動物さんな、飼いたいと思う気持ちあるんだけど、やっぱりそうすると言い方が悪いけど縛りとかは多分出ちゃうし、私プラッと旅行とか今後行きたいと思ってるから、その時どうすんだっていうのもあるし、悩むけど、やっぱ生き物がいてくれるのもいいのかもな。もちろんお世話とかあるし、病気もするだろうし、分からんけど。でも昨日なんか寝る前に、あの保健所みたいな、なんか里親募集みたいなのを見て、黒猫ちゃんがいて、ほうほうって見ながらにした。黒猫好きだな。黒猫実家にいた時飼ってたことあって、すごい可愛かった。最近24にハマってんだよね、今更。日本版がやってるからってだけじゃないんだけど、なんか たまたま見始めて、なんかおじさんが見るやつだと思ったんだけど、まんまとハマってしまった。なんかでもひどいんだよな、脚本が。もうなんかさ、見てる人をハラハラさせるにはどうすればいいかっていう考え方だけで脚本作ってみたいな感じがあるから、もう展開がひどい。もう証人がみんな死んじゃうのもね。まあその策略にまんまとハマっているわけだが、
楽しみだな、なんかどういうチャンネルにしていこうかなって考えたら普通の素がいいんだろうな。なんかあの私マツコ・デラックスさんがすごい好きなんだけど、もうテレビも全然見てないからわかんないんだけど、今もやってんのかな、なんか木曜深夜ぐらいにやってた、なんかマツコさんがひたすらに夜の街を徘徊するやつ、なんかあれがすごい好き、だからああいう感じでした。特別な編集一切なしに、ナレーションも入れずに、かろうじて字幕が入る程度のうるさくない感じ。食べちゃった。てかさ、あんだけ肉とレモン食っておやつ食べてどんだけ、ね、うちそういうとこあんだよな、うちの家の人たち家計、ご飯はもうマジお腹いっぱいごちそうさまって言った瞬間おやつ食ってるから、マジどういうことって感じなんだよ。差がなのかな、食いすぎる差が、どうにかせねば。でもちょっとグダグダしてきたからやめます。次回何やるかわかんないんですけど、楽しみになるです。バイチャー。